はい、 V チェック最終日。上に抜けずに、そう、頭の高さ変えない。はい、最終日レーン1本目。ターンの切り替えで上に抜かないように。はいよ、次ビデオ撮るからね。はい、はい、丸。ちょっとスピーズレ気味だけど動きは悪くない。お願いします、お願いします。右足噛んでないな。はい、寝よう。右足は噛まないな。みんな強いです。大丈夫ですか？3本で使うぐらい。上に抜くな。どうぞ、いきます。はいよ、次ビデオ撮ります。はい、ノブト。なんかターン前半で完全に外向かずに、外向いてるよ。前半内向からターン後半で小手で下がります。内向いちゃってる。うん、そっちはいいんですけど、っ持ってくるやつはこれ回るんですね。そう、多分ね、あの回普通の人だとそれニュートラルに持ってくる練習なんだけど、ノブトはまあその動きは全然逆にやりすぎちゃうから。ちょっと待ってよ。下手です、お願いします。もう少し右肩下げてあげる。外傾足りない。はい、千春。お、いいよ。右手いきます、お願いします。はい、リクト OK。 次ビデオ撮るよ。はい、ネオ。ネオはターンの中盤で打ち方下がりやすいから、しっかりと外肩、そう意識。そう、外腰外れないように。そう、はい、しっかり外肩意識。はい、サラー最終日。よし、昨日より全然いい。そう、前半の腰の向き。いいよ。そうそうそう、しっかりと外腰が前に出てくるように。今のは腰外れてる。また足長く。はい、オッケー。お願いします。はい、みこと、いいよ。伸び上がってたから、うん、色々かけつけたんですけど、うん、ちょっと見てみようか。そうだね。いただきます。
もう一回の普通のストックで行くか。はい、ちょっと待ってね。はい。そう。ターン後半のローテーション気をつけて。はい、雪の。はーい、サライよ。ちょっともったいないから。こちらです、お願いします。はーい、千春、ちょっと待ってね。そう、ターン前半で腰ちゃんとついていく、はい、そうそうそう。で、この時にしっかり外スキーの方乗れるようにローテーションせず、いいじゃん。あれが復活して、はい、ちょっと待ってよ。はあ、はい、エッジ、はい、やっぱあれがいいんだ。やばい、切り替えでもう少し腰上げたいよ、みこっちゃん。お、丸いいぞ。だいぶ良くなっちゃう。そう。そう。口調しいでしょ。だいぶいい。打ち足もすごい。マナト行きます。お願いします。はい、マナト、これビデオ撮るよ。よ。次は頭の上ね。顔を残さなくていい。はいよこうせ、しっかりとターン前半の内計画作ってからひねり、リピートいきます。お願いします。そう、膝から入らずにしっかりと腰も誘導してあげる。悪くない。このひねりを作った時に体回らないように、あー、シャンツの方がよ、必ず左足が急ぐ、しっかりと外交をキープした状態で次のターンに入っていく。はい、レオ、その角度でもないよ。それをこう一回起こさないよ。うん、お尻は上がるのはいいけど、もう少し谷側に移動しながらいけると思ってる。これやったら外径なんてもう出らしいよ。そんなもん分かんないけど、やめろって。何のお前まだ早いんだけど。チャル、手だけにならないように。ちょっと待てよ。はい、サラノブト、ついてくならもうちょい近くでついていかないと見えないんじゃない。あー、今ビデオ撮ってるからちょっと待ってよ。ノブト OK。 サラはターン後半ローテーションした。
グリやった時みたいにしっかりと腰が入っていくように。体からいくけど、人の中ではいい方。いただきます。お願いします。はい、ネオビデオ撮るよ。これ今ミコトですね。体回すな、我慢。はい、ダメよ。強いところで勝つ。はい。おい。おい。よかった。頑張ろう。はい。おお、丸だいぶいいよ。そう。よいしょ。はーい、V よー。OK、ゆっくまりいいね。乗れてきました。しっかりしてた数字が。はい、来てまーい。うん、タイミングいいね。誰で？これ、レンス。うまい。その時は、力を据えて。1回目はもう。タイミング合ってない。はいよ。お、こっち全然合ってないな。はめすぎだって。止まってる。なんだこれ。はい、試験だ。はいよ。ランニングやりました。取るなら取る。はい、これビデオ撮ります。ちょっと手が早い時あるぞ。まあ、はいよ。だいぶタイミング合ってきた。仕事行きます。お願いします。はい、 OK、 タッチした時に真上に抜けないように少し進行方向を意識して。ちょっと一回ビデオ見ます。 OK、 行きます。お願いします。はい、今のとタイミング合わせて腰だけ入らないように。動き止めない、下で止めない。腰開くと
セイレンの形、X 脚になる。はい、手と月の動きがマッチしないと体回ったりする。右足外側。右側で出すの早いよ。多分あれだいぶ手出すの早いな。我慢しろ。もう少し縦長でいいな、その練習の時は。はいよ、しっかり我慢して。よっしゃ、振り。手の振り。はいよ、よし、いいだろ。では行きます、お願いします。よし、次 OK。 はい、これビデオ撮ってるよ。はいよ、うん、いいよ。もっとこうリラックスしてさ。そうそうそう。どうぞ。はい、ノブト、次ビデオ撮ってるよ。右足外側の後半で打ち方下げないように。次ビデオ撮る。頭つんのめないように、少し斜め前の方向イメージ。お願いします。ターンの後半でスキーと同じ方向を向きすぎると外腰外れます。はいよ。何やるんだ。お、行きます。じゃあタイミング合ってるね。ガシガシめちゃめちゃ右に流れていきます。こういう感じ。出ていきます。いくよ、はい、そう、左足外側の後半が体回っていくから隙ずれていく。タイミング合ってない。これぐらいみんな体全体使ってる。もう一回エッジ取りでもらって、よし、今はこれから普通のフリーしたり、自分が良かった練習。できます、できます。はい、丸いよ。はい、丸。タイミング合ってない。右足外側ひどいわ。タイミング、丸。はいよ。もう一回。今のはすごいよ。今の良くなったからもう一回。自分の体重を。うん、だいぶ動き出てる。ちょっとエッチは甘いかな、これ。
ちょっとスタンス広くなっちゃうな。上に抜かない。 OK、 レーン今ぐらい動けるといいね。で、あの動きのリズムだけじゃなくて、まあ大回り GS 系のリズムに合わせて、うん、だいぶ腰の向き合ってきたね。いいよ。そう、ここで、そう、もう一本、もう一本、今の感じだいぶスキーが動いてきた、うん、しっかり噛むところはだいぶ動けてきた、うん、200ドルぐらい。2万5000ドル。それはスーツケース？スーツケースと1個あたり重さで判断されるみたいな。スーツケース1個に持ち込む方がいい。いやー、ここ、ここ。ここ、ここ。長いなぁ。ここ、ここ。ね、うん、3日ぐらいで十分。セカンの終わりをこっち向くなって、もう少し。少し谷川意識した。のぶとあんまり噛まない今。うん、動きがあんまり。後半長い。そう、これぐらい腰の向き。いや、最後までちゃんと。動いて動いて、もっと動いて。乗ってるだけじゃダメだ。欲しい、腰の向き。もうあれ？いいの？ダメか。よし。腰、もう一個腰、外腰出てくるといいね。右足外側、ここ
ね、うん、だいぶまあ良くなったね。えな、もう一回行っていいよ。行きます。いや、うち行かない。うちがもうないわ今の位置も結構。